こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、すごく便利なねワイヤレス蛍光灯を手に入れました。こういったものが3つ入っていて、1つ開けちゃったんですけども、1つはこうですね。で、ここに単4電池を4本入れるところがあってね、こうやって開くんですよ。あれ開かないな。こうね、こうやって開くんですよ。で、閉じるでしょ。で、裏に両面テープが最初からついているんで、これを例えばランプのないクローゼットとかに、廊下とかにこうやってペタペタと貼ると、あとはこのリモコンがあるんでね、リモコンでオンオフができるんですよ。もちろんね、明るさの調整もこれできるんで結構いいですよ、うん、実際つけてみましょうか。こう いきますよ。ほらすごいでしょ。で、撮影用のランプ消しますね。オンで、ボリュームがあるんで、ほらね、明るくしたり暗くしたりできるでしょ。で、オフね、こんな感じですよ。で、これが3つ同時についたり消えたりするというね、優れものでございます。合計でね、合計っていうか、これセットで2000、なんか3000円弱だったかなと思いますね。結構いいもの見つけたんで、これをまあクローゼットとかね、お風呂場とかね、なんかこう普段蛍光灯のないところにペタッと貼るといいのかなと思います。場合によっては何箇所かにつけておいて、で、それぞれね、これペタッとつけたら全部、全部屋つくみたいなこともできると思いますけども、そこはもう、工夫次第でございます。まあ、それじゃあ、やってみましょうか。こうやってノーブランドの電池があるんで、ノーブランドのね、これ箱開けると電池だけ入ってるんですよ。ね、これ。これが多分ね、一番安いんじゃないかなと。で、たくさん一度に購入できるんで、やりやすいかなと。確かね、でもね、これも、結構いいやつなんですよ。エネボルトっていうブランドになってますね。まあ、これをこうやって開けて出すでしょ。ただ袋に入ってるんで、ビューッと出して。で、ここか。ここにですな。ここにですな。こうやって順番に入れていくと。で、4本入れると、OK。あとは裏側にシールがあるんで、これを貼って、あとリモコンでね、つけたり消したりするって感じですね。ということで、さっきの蛍光灯ワイヤレスのやつ、私つけたいところがどうしてもあったんですよ。今お昼だから外から光が漏れてきてね、全然明るいんですけども、普段夜はね、ここ真っ暗になるんですよ。で、補助灯つけてもなかなか明るくならないんですよね。その場所はどこかというと、このクローゼットです。開けますよ。ここにはね、廃品回収の日に出すために段ボールをいっぱい積み上げてるのと、トイレットペーパーのストックと、あと、ここに見えないけど、工具があるんですよ。ペンチとか、ニッパーとか、パイプレンチとかね。で、全然見えないでしょ。昼でも全然見えないんで、ここすごくね、面倒だなと思ってたんですよ。いちいち引っ張り出して、あれこれ、いるもん出して、それからまたしまうみたいなことがあったんで、どうしてもここのね、光の環境を整えたかったんですよね。で、ダイソーで買ってきた、こういうランプはあるんですけども、全然ね、役に立たないのと、あと片手が塞がっちゃうんですよね。だから今回、このワイヤレスのやつね、バリッとつけて、便利にやってみようかなと思っております。それじゃあ、つけますね。はい、ライトをね、つけることができました。まずね、リモコンでオンにしますよ。パッと。これ、むちゃくちゃ明るいですね。もうね、全く困ることはないです、これで。光に関しては。で、ここにつけて、ここにつけて、ここに3箇所つけたんですけども、一つ気づいたところがあります。電池を入れるときに、こうやって固定したら困るじゃないかって話ですけども、なんとね、マグネットなんですよ、これ。外れる。だから電池を変えるときも全然困らないですね。で、マグネットのところに戻せば OK ということで。これはね、お買い得だったですね。ちょっとライト、光をね、小さくします。ね、いいでしょ、これ。うん。これ、すごくいいです。またね、別のところでも使いたいんで、何セットか買おうかと思いますね、これね。超おすすめです。